こんにちは、カオルンです。今日もね、イヤホンヘッドホンのレビューしていくんですけれども、その前にね、なんと背景変わりました。イエイ。前回も頑張ってスタジオね作っていったんですけれども、まあね、引っ越してる間ね、結構1年以上ね空いたので、またねこういう風に作りたいとかね、防音対策をしっかりしたいっていうような感じでね、結構時間がかかってしまいました。それでね、 YouTube もね撮影するの久しぶりなので、結構ね緊張してるんですけど、皆さんに見てもらえるように、今日も楽しい動画作っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。でね、このスタジオに関しては、まあ、後ほど動画であげるかもしれないんですけれども、一応ね、写真でインスタグラムに載っけたので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでね、今日もヘッドホンのレビューに戻っていくんですが、今回ね、3件目になるのかな。またね、提供していただいたね、ヘッドホン、今日はね、面白いなと思ったので、紹介をしていきたいと思います。それがね、こちらです。ドン!ワンオーディオさんのスーパー EQS1 でございます。イエイ。でね、ワンオーディオさんという会社ね、僕実は知ってまして、僕のね大好きなね、ガジェット系の YouTuber さんのセゴリータ三世さんという方がいらっしゃるんですけれども、こちらの動画でね、 Amazon のね、桜チェッカーっていうのかな、危ないものとか怪しいものっていうのに対してチェックをかけて、実際にね何パーセント怪しいですみたいな感じで出すんですけれども、よくねこのワンオーディオさんのレビューをされてました。でね、僕今まで提供していただいたイヤホン、ヘッドホンに対してね、結構甘めのねレビューをしていたと思うんですよ。何せね、まだまだ初心者で、提供してもらえることに対して嬉しくて、いいことずくめで言ってしまう癖があったんですけれども、提供していただいたからこそ、今回はね、正直にレビューをしてね、いいところと今後ね、直してほしい、希望している点、こちらをね、しっかり皆さんにお伝えして、皆さんに合ったイヤホン、ヘッドホン選んでもらえるように、動画を作っていきたいと思います。ということで、仕切り直して、今回紹介するワンオーディオさんのスーパー EQS1、こちらのね、基本スペック見ていきましょう。ということで、今回のスーパー EQS1 のね、基本スペックですが、まず値段は5990円になります。色はブラックとホワイトの2種類があります。太陽光デックは SBC、AAC の2つで、そしてね、なんと今回ね、今話題になっているハイブリッドノイズキャンセリングに対応しています。いや、ハイブリッドノイズキャンセリングってなんだって思った方ね、いらっしゃると思うんですけれども、これについてはね、後で説明をしていきたいと思います。さらにね、外音取り込み機能にも対応しておりまして、連続再生時間はノイキャンありで40時間となっております。さらにね、充電ケーブルはマイクロ USB タイプ B をね採用しておりまして、タイプ B なんですよね。さらにね、今回は完全ワイヤレスイヤホンというところなんですけれども、もしね音質が悪いとかいう場面に備えて、有線のねケーブルも別途付属しておりまして、有線のヘッドホンとして使うこともできます。はい、ということでズームして見ていきましょう。まずね、ヘッドホン本体ですね。こちらはね、こんな感じのデザインになっております。このね、周りの部分もスーパー EQ って書かれてますし、このね、材質の部分もね、指紋もつきにくくて、かなりね、サラサラっとしてるので、高級感があります。これでね、約6000円だったら、全然ありかなと思います。このね、耳パッドももちもちしてるので、全然つけてて痛くならなかったですし、こちらのね、上の部分ですね。こちらももちもちしてますから、全然悪くないです。操作なんですけど、押しボタン式になっていて、タッチセンサーではないですね。まあ、押しボタン式で全然いいと思います。でここら辺がね、音量のね、プラスマイナス。で、ここら辺が確か電源オンと音楽を再生停止するボタンだった気がします。で、こちらのね、下にもボタンがありまして、ノイキャンとアンビエントを切り替えるボタンでした。まあね、ここに配置されてるのいいなと思いましたね。つけててね、腕上げるの大変なので、使いたいものはね、ここら辺に集めておく。で、ノイキャンとかはね、結構使うかなと思ったので、全然いいかなと思いました。で、有線のケーブルをね、刺せる穴もあって、充電ケーブルの端子はマイクロ USB タイプ B でしたね。ここがね、ちょっと残念でしたね。箱はこんな感じです。意外にもヘッドホンがね、落ち着いていたので、もうちょっとね、箱も落ち着いてんのかなと思ったら、かなり箱派手でしたね。あとね、付属品になるんですけれども、まずヘッドホンを入れるね、ケースですね。こちらなんか柔らかい感じで、まあこっちの方が出しやすいのかな。結構他のヘッドホンだとがっつりね、硬いケースでバッチリ入れちゃうなんてあるんですけれども、まあ巾着袋でも全然いいかなと思います。あとは充電ケーブルのね、マイクロ USB タイプ B。
あとこれあれですね、有線として使えるイヤホンなんですけれども、これはなんだ、これちょっとわからないですね。わかる人いたら教えてください。これなんだろう、ちょっとわかんないですけれども、まあ2つさせるというとこですね。さらに詳細の説明書と、あとなんか初めて使う時の一番最初の簡単な説明書ですね。なんか開けるとなんかいろいろ英語で書いてありますけど、わかりません。あとは注意事項の紙と、あとね、品質に問題がないか、なんかこう情報教えてくださいとか、あの返品しますよっていう紙でしたね。実際につけてみるとこんな感じですね。結構ね、大きさも小さいし、色合いもねコンパクトにまとまってるので、つけてておしゃれかと思います。ただね、ここのベルトの部分、こちらがね若干短いなと思いました。僕ね結構頭でっかちの方なんですけれども、それでも普段ね他のヘッドホンをつけてて短いと思ったことはあんまりないので、皆さんもねつけてて若干ね短いかなと感じました。ただね、十分つけることはできます。さあ、そしてね、肝心の音ですね。あらかじめ提供していただいた後、何日かね使っていろんな曲聴いてみたんですが、まあね、結果から言うとまあまあですね。あのね、悪くはないんですけど、普通でもないのですよ。フラットでどの音もいいですねっていうわけではなくて、若干ね、どの音でもボケてるかなっていう感じがありました。ボケてるというか、かすんでるなっていう感じはありました。そもそもイヤホンヘッドホンね、初めてですよっていう方にとってはね、全然普通の音だと思うんですけれども、普段からちょっと聞いてますよっていう方にとっては若干微妙かなと思いました。ただね、音はまあまあだったんですけれども、ハイブリッドノイズキャンセリング、こちらはねかなり効いていました。まずね、ハイブリッドノイズキャンセリングがね何か、こちらをね説明していくんですけれども、皆さんにね前回の動画でイヤホンのね用語、こちらのね解説をしていった中で ANC という言葉があったと思います。まさにねこの ANC のことなんですけれども、今回はこの ANC が2つついているものがハイブリッドノイズキャンセリングになります。このね、二つの ANC が一体ね、どこについてるのかというところなんですけど、一つはね、ヘッドホンの外側、もう一つはヘッドホンのね、耳の近くですね、内側についています。いやいや、なんでね、この二つ別の場所についてるのって思った方いるかもしれないんですけれども、これにはね、ちゃんと理由がありまして、外側にはですね、設置することがね、技術的にはね、とっても簡単らしいんですよ。ただね、簡単なので、いろんなね、安いヘッドホンとかイヤホンについてはいるんですけれども、ちょっとね、耳の位置とね、ここの厚さが離れてるじゃないですか。なので、離れてるので、実際にね、ノイズキャンセリングがね、完璧にできてるかっていうとそうではなくて、このね、内側についているものよりも、まあ、3割程度の力しか発揮できないと言われています。じゃあね、内側に全部つければいいじゃんっていうことなんですが、内側ですね、なんか技術的にとっても難しいらしくて、コストがね、かかってしまって、イヤホンヘッドホンをね、発売するときに値段がめちゃめちゃ高くなっちゃうんですよ。なので、お互いのいいところと悪いところをね、出し合って、カバーし合ってっていうところで、2つのね、ノイズキャンセリングがついているハイブリッドノイズキャンセリング、こちらがね、今とても話題になっています。でね、5990円ながらね、このハイブリッドノイズキャンセリングがしっかり効いてて、もうかなり密閉されてました。ヘッドホン自体のこの形もね、耳にねこうかぶさる形になってるので、本当にね耳栓よりも圧倒的だなというふうに感じました。ただね、残念だったのが、このね音楽を聴きながらねノイキャンをねつけているとなぜかねカチカチカチというねスイッチのようなね音がしたんですよ。まあ、気にならない方はね気にならないかと思うんですが、僕はね普段からちょっと使ってるので気になってしまいました。ここの音をねもうちょっと塞いでくれればいいかなと思います。そしてね、外音取り込み機能なんですけど、こちらはねまあまあいいかなって感じでしたね。全然悪くはないです。ただハイブリッドノイズキャンセリングがねかなりすごかったので、外音取り込み機能はねまあ普通ぐらい、ちょっと一回りしたぐらいなんですけれども、十分使えるかなという感じです。またね、このヘッドホンにはね、喋るマイクもね、ついていると思うので、ちょっと今流行ってきているテレワーク、こちらに対して対応しているかね、ちゃんとね、マイク品質確かめていきましょう。こちらが今マイクテストをしているところです。どうでしょうか？このヘッドホンのマイク、皆さんにとって音質いいでしょうか？アイウベオ、カキクケコ、マイクテストしています。どうでしょうか？さあ、ということで、以上がレビューになります。最後ね、良かった点、悪かった点、まとめていきましょう。はい、今回はね、提供していただいたワンオーディオさんのスーパー EQS1、こちらをね、紹介していきました。
実際にね、僕が大好きと言ったセゴさんのね動画を見る限りと違って全然ね品質的には問題はないと思いました。ただね、ちょこちょこね細かくね直してほしいところがいっぱいあったので、こちらもね合わせて紹介していくと、まずね良かった点はハイブリッドノイズキャンセリング、こちらがめちゃめちゃすごかった。ワンオーディオさんってかなりねこう低価格帯で攻めていきながら品質の高い商品を紹介していくっていう会社だとね教わったんですけれども、まさにねその通りで、まあ、6000円ぐらいのね値段でこれだけのねノイズキャンセリングの性能が出ているっていうところはねかなりすごいと思いました。そしてねノイキャン以外の品質、音とか外音取り込み機能、こちらもね別に悪くはないので、全然初心者でねイヤホンヘッドホンワイヤレスでレビューしたいよっていう方にとってはね全然ありなね製品だと思いました。そしてね悪かった点なんですけれども、まずね一つ目はね、せっかくノイキャンが良かったのでカチカチっていうね機械の音、こちらをねなくしてほしかったです。僕の中でねこのヘッドホン S1 はですね一番の強みはねノイキャンだなと感じました。なのでねノイキャンをね動かした時に他のね周りの機能というか阻害しないように、せっかくならね強みをね存分に出してほしいと感じました。またね充電する時に結構時間がかかってしまうので、端子ケーブル、こちらもねマイクロ USB タイプ C をね採用してほしかったです。今回ね B だったのでね、ここをねぜひ次のモデルにね生かしていい製品を作ってほしいなと思いました。全然ねワイヤレスのヘッドホンでねノイキャンありが欲しいっていう方にとってはねありだと思いますし、逆にねガジェットを結構触ってきてるよとかこだわりがあるよっていう方にとってはね物足りなさがねあるのかなと感じました。今回紹介したスーパー EQ S1、 こちらのね製品ホームページ下からね飛べますので、ぜひぜひね詳しい情報をチェックしてみてください。ということでカオルの動画、今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。ぜひね、面白かったよ、楽しかったよ、また見たいよと思ってくれた方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。またね、カオルの新しい部屋、結構良かったよと思ってくれた方も、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人を目標にして頑張っていますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。